中高戦は、平安時代の説話集。変者、成立年代ともに、未承ながら、混弱物語集の転居の一つと考えられる。ことから、遅くとも12世紀初めには成立したと見られる。上、中、下の三巻。上巻は、中国古事。中巻は、富ツとその弟子の自席。下巻は動物にまつわる説話を収める。説話の大半は、 先行文献からの小6とみられ、文学としての説話集というより、資料集、類書としての性格が想定される。序文に譲る小ワッパと記される通り、公家や僧侶の指定に対する教育書として編集、使用されたと考えられる。成立後のルフ状況は未承ながら、根尺物語集や、私集百因年集などの仏教説話集の転居となった。 文体は和衆を含む、漢文体。当時漢字印本、金剛寺元には、訓典が付され、当時の訓読の方法が知られる。漢本は損しない。漢地印本は、二平二年の奥書きを有するが、奥書きは本文と別筆であり、本文書者はこれ以前に遡る。上、中、下巻を揃えるが、下巻は、後半を書く。また、中巻のみ。 中高線省と題されており、本来の中間から一部を消失したものであることが知られる。宮内庁所領部本は、官知インポ本の中間途中までの転写本。金剛寺本は、中高線と題され、元休2年の奥書きを有する。中間並びに、下巻の数話のみを収めるが、官知インポ本とは異なり中間は完備する。また、 金剛寺本の遺本中期に引用される本文が、漢置印本のものと異なることから、さらに別系統の本文が存在したと考えられる。漢置印本は、当時基調資料館公開。金剛寺本は、泉書院英遠奏書によって英遠が公開されている。岩波書店、新日本古典文学体系の、見彫、中高専修裁。新日本古典文学体系の、 中高専解説、文献、後藤秋夫、ありがとうございます。